それではただいまから茂木外務大臣によります定例の記者会見を始めたいと思います。大臣お願いいたします。新内閣を発足して最初の記者会見ということになります。この場においては引き続きよろしくお願いいたします。どうぞ。それではご質問をお受けいたします。ご質問のある方は指名されましたらマイクスタンドの前に進み出まして指名者名をおっしゃってから質問をお願いいたします。ではご質問お願いいたします。はい、読売新聞大藪記者どうぞ。すいません、読売新聞の大藪です。集団的自衛権の行使可能を、行使を可能にした安全保障関連法が成立してから、明日で5年となります。この間日本の安全保障政策が、どう改善され日米同盟の、進化にどう、貢献してきたのか、大臣のご所見をお聞かせください。7年8ヶ月の安倍政権、さまざまな成果を残しておりますが、この安全保障関連法制、この制定というのは、そこの中でも一つの大きな成果だと、こんなふうに考えております。いかなる事態においても、国民の命であったり、平和な暮らしを守り抜くと、これは政府の最も重要な責務であります。平成27年に成立したこの平和安全法制によりまして、米軍の部隊の武器等の防護等ができるようになったこともありまして、日米同盟はかつてないほど強固になり、そして抑止力、対処力も向上しているのは間違いない事実であります。このことは、地域の平和と安定にも寄与すると、そのように考えております。また、国際社会の平和と安定により、より積極的に貢献できるようになったと、このように考えております。外務省としては引き続きですね、この安全保障法制につきまして国家安全保障局や外務省と緊密に連携しながら効果的な運用に取り組み、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守るべく緊張感を持って万全に対応していきたいと思っております。次のご質問をお願いいたします。はい、日本経済新聞加藤記者どうぞ。日本経済新聞の加藤と申します。新政権での外交の取り組みの方針についてお伺いします。菅新総理誕生されて、これからその各国首脳との信頼関係を築いていく上で、その対面での外交というのも重要になってくるかと思うんですけれども、新型コロナウイルスが広がっている中で、なかなか直接の外交が難しい中で、今後、どのようにこの首脳外交を進められていくお考えでしょうか。対面外交についてはですね、コロナの、世界的な拡大の中でなかなか難しい、状態ありましたが、私自身、先月からですね、積極的に外国訪問、再開をいたしまして、各国の要人と、直接会って、コロナ対応の問題であったり、また、南シナ海の問題であったり、さらには国際社会が直面する、課題についてですね、時間をかけてじっくりと議論をすること、そして理解を深めることを行ってまいりまして、その重要性と改めて実感をしているところであります。今週、新政権発足したばかりでありますから、総理の外国訪問、現時点でですね、決まっているものはありませんが、菅総理の外遊について、今後、国際情勢であったりとか、コロナの状況を見ながら、そのタイミングであったりとか、訪問先、総合的に判断していきたいと思っております。次のご質問お願いいたします。いかがでしょうか。はい、じゃあ、IWJ 浜本記者どうぞ。おはようございます。インターネット報道メディア IWJ の浜本といいます。よろしくお願いします。先日の菅首相の就任後初めての会見の内容について、茂木大臣の認識をお聞かせいただきたくご質問差し上げます。菅首相は就任後初めての記者会見において国民のために働く内閣をスタートさせしっかりとした成果を上げて国民の期待に応えたいと述べられました。これについて国民に選ばれた政治家が国民のために仕事をするというのは当然のことだと思うんですけども、これが意味するのは少なくとも前
内閣において国民のために仕事ができていなかったという認識を反映したものであるのでしょうか。ご意見をお聞かせください。全くそんなことはないと思います。下がってください、はい、下がってください、下がって、いや質問終わったんでちゃんと答えますから下がってくださいって言って、全くそんなことはないと思います。安倍政権もそうでありましたし、菅政権においてもですね、国民のために働く、そして日本がまた国際社会が直面している課題解決にですね、全力で取り組むと、こういう姿勢は変わらないと思っております。国民のために働く、さまざまな観点がありますが、外務省から申し上げましたら、国民、イコール法人でもありますが、この海外にいらっしゃる法人のですね、安全の確保と、これは極めて重要な、最も重要な仕事でありまして、今年新型コロナが発生し、世界に広がっていくと、こういった中で、武漢の帰国オペレーションから始まりまして、これまでに帰国困難な地域、国からですね、1万2000人を超える法人の方の帰国のお手伝いを外務省としてさせていただきました。こういった仕事はしっかり続けていきたい、法人の安全確保に万全を尽くしていきたいと思っております。同時に国民の命、そして平和な暮らし、これを守っていく、極めて重要なことでありまして、日本外交の基軸、日米同盟にあるわけであります。これを基軸にしながら、今東アジアのですね、安全保障環境極めて厳しくなる中でですね、どういう事態にあってもしっかりと国民の命や国民の安心安全守れるようにしていきたい、そんなふうに考えております。同時にさまざまな国とのですね、良好な関係、こういったことを築いていくというのは重要でありまして、二国間、場合においてもまた多国間、マルチにおいてもそういった関係を築いていく、同時にまたその中心に日本がいると、そういった意味で日本の存在感、プレゼンス、これも高めていきたい、こんなふうに考えております。さらには国民のためと言いますと、国民の生活や経済、こういったことも重要になってまいります。日本として自由貿易と、この旗手であると、こういう軸の下でですね、今内向き志向といいますか、各国でそういったですね、動きがある中で、日本は自由貿易の推進発展、これにですね、中心になって取り組んできたわけでありまして、 TPP11 から始まりまして、日油 EPA、 さらには日米貿易協定、これもこの1月に発行しております。そして日英の協定も先日大筋合意をいたしまして、来年1月には発行したい、そんなふうに考えておりまして、こういった通商政策の推進というのも国民経済、そして国民生活の向上に資するものだと考えております。そういった政策を実行していきたいと思っております。外交と継続性、一貫性、これが重要でありまして、しっかりそれを行っていきたいと思います。はい、次の質問どうぞ。はい、どうぞ。毎日新聞の青木です。水曜日にですね、ボリス・ジョンソン英国の首相が、いわゆるファイブアイズに関して日本の参加も歓迎するというような考えを示されました。大臣、このファイブアイズについてどのように考えていらっしゃるか、あと何か交渉というのは始まっているのか、そして今後参加する可能性というのはあるかどうか、それを聞かせてください。ジョンソン首相のですね、具体的な発言内容について私がコメントする立場にありませんが、ファイブアイズはファイブアイズとしてさまざまな取り組みを進めているのは事実でありまして、そういった取り組み、日本としても評価しておりますが、定義自体ファイブアイズですからね、日本がファイブアイズになるわけはないんですよ、それ自体は。ただ、さまざまなマルチのですね、協力関係、こういったものは日本として進めていきたいと思っております。はい、他ご質問いかがでしょうか。はい、品部記者どうぞ。産経新聞の石鍋です。日中関係についてお伺いいたします。昨日自民党の二階幹事長が講演でですね、
延期になっている習近平国家主席の、国賓訪日が実現していれば、競争をテーマにした、競争というのは共に創造すると書いて競争というらしいんですけれども、それをテーマにした第5の政治文書を結ぶはずだったと述べました。政府としてこうしたことを検討しているのでしょうか。また改めてですけれども、国賓訪日についての検討状況をお聞かせください。習近平国家主席のですね、訪日については、何度も申し上げているように、現段階で検討する、こういう段階にはないということであります。その上でですね、習近平国家主席の訪日が予定されている段階で、さまざまな準備作業を進めておりました。その際にですね、これまでかつての国家主席が来日した際にですね、さまざまな文書と、4つの文書というのも出しているわけでありますが、そういった成果文書を作るかどうかと、こういうことにつきましても、議論を行ってまいりましたが、実際に訪日は実現していないわけでありますから、現段階におきまして、訪日、さらにはその際の文書をどうするかと、こういうことについてはですね、検討を行っております。はい、他よろしいでしょうか。はい、よろしければ本日の記者会見は以上といたします。ありがとうございました。